MG131 機関銃はラインメタル社によって開発・生産された合計 13mm の航空機関銃である。MG131 は1938年に開発され1940年から1945年まで生産された。設計・開発の目的は第二次世界大戦のドイツ空軍の航空機に多用されていた。 合計 7.92mm の航空機関銃、MG15 旋回基準及び MG17 固定基準を更新するもので、単装もしくは連装で使用が可能であることが。作動方式は MG15、17と同様の反動利用式、ショートリコイル機構、有定回転閉鎖式であった。使用する弾薬は 13X64MB という、 この銃に合わせて新規開発された規格のもので通常弾、鉄鋼弾、栄光弾の他に炸裂弾も用意されていた。MG131 の大きな特徴は1 3ト、mm、ルという中口径ながら列国のものと比べて全長が短く創薬量の少ない新規格の弾薬を用いたことでこれにより全体を一回り小さい7 9 2トル基準と互換性のある コンパクトなサイズに収めることができたことである。さらに重要な点は、単発戦闘機のプロペラ圏内に装備するために、電気発火式雷管の弾薬を採用する、電気式プロペラ同調機構を備えていることである。これらの特徴により、大きく機体の設計を変更せずに一回り大きな、後継の機銃を搭載することが可能となった。また、精密な同調が可能になったことで、 同調に失敗して磁期のプロペラを誤射する危険性のある機種機銃であっても威力の大きな炸裂弾頭を用いることができ単発戦闘機の火力を大きく増大させることが可能となった。また、中から大型機の旋回機銃として用いた場合でも重座や銃刀を大型化することなく火力を増大することができることは空力特性や重量の面で有利であった。 MG131 を2機1組とした連装型の MG131Z が1388などで使用されている。なお、余剰となった旋回銃型は地上設置の銃火に仮装して対空機銃としても用いられた。日本海軍では MG131 を2式 13mm 旋回機銃としてライセンス生産したものを採用している。 オリジナルの電気式雷管が国産化できず、衝撃式に改めた結果、電気式同調装置による機種固定機銃化ができず、旋回機銃としてのみ用いられている。この機関銃は BF-109、FW-190 のような戦闘機から G88、HE-177 のような爆撃機まで幅広く使用され、1体の MG-131 機関銃が、 FW190 や BF109G の後期型の機種に装備されていたほか遠隔操作銃道や有人銃座に単装もしくは連装で装備された。ドイツ空軍が開発を進めていた長距離重爆撃機である AGE277 よび数軸国側の開発した最大の航空機である BV238 大型飛行艇の組用機型である BV238V4 には連装型の MG131Z を左右に装備した HL131V4 連装銃刀が搭載される予定となっており試作品が機体のモックアップに搭載されて試験が行われていたが両機種ともに計画のみで実機が製作されなかったため試作段階に終わっているただし BF109 では 機種上面機種を 7.92mm 機関銃から 13mm 機関銃に増強した際、既存の機種内に収まりきらず、ビュールと呼ばれた突出部を生じ、性能低下を招いている。これは続く方で下級機の大型化に従って、機種全体が一回り大きく設計変更されたことで、解消された。HE277 に搭載される予定であったとされるものが、 AG277 の発展元元元元機である AG177 に搭載されて地上試験が行われている。ありがとうございます。